皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベイ君です。よろしくお願いいたします。さあ今回も覚醒昨夜で女神チャレンジ挑戦いたします。よろしくお願いいたします。そして前回ね、何の考えもなしに飛ばしてしまったアテナいきます。でもうサブは、ね、前回と一緒でございます。そしてやはりこれがね相当気に入っております、ヨルムンガンと指2つでジンです。でフレンドに覚醒昨夜連れさせていただきます。よろしくお願いいたします。ドン。さあ行きましょう。1階はまあ時間に余裕あるんで火が欠損してますが、とりあえずはいっぱい消していらんやつ消していきましょうか。こんな感じで、光も消していいかな。で火は残しとこう。これで OK。 よしよしよし、ゼロよ。で結局光がないけど使いたくないよね、スキル使いたくないから。まあもう一旦行きましょう。もう一旦余裕持ってこれで大丈夫かな。光が、うん、オッケーオッケー。すごい、いい感じの、やりやすい盤面になってるんで、結局でもどうしていいかようわからなくなるやつね。ないそれ。ないか。ここで、うん、ちょっと、どうしていい？ちょっとどうしていいかな。ここでしか言ってへんよね。ここで、こうして、こうして、怖いな。で、こうして、で、こうして、こうやな。待って、待って、水汲みたかった、今。あ、でも、よしたちよ。もう一個もいけたよね。失敗した。でも、OK。よし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 。で、またもや欠損してて、次どうやったっけ？次、こいつか。こいつは硬いやつじゃない方やな。火が結局ないから、まあ、水いっぱい消しとくか。水多いし。で、闇も消して、回復も消しときましょうか。で、火はよしといて。オーケー！よし、オーケー！で、これ何してくんねんだっけ？天空乱撃。結構痛いな。結構減ったね。あれ？こいつが硬いやつやったっけ？こいつが硬いやつやったっけ？あれ？で、水やろ？水、光、で、火やみきやな。水、光、こうして、で、こうして、こうして、こうして、で、こうか。OK！ 7、OK！ 7コンボはいいやろ。こいつが硬いやつやった。もうそれが今すげえね。どっちやったっけってなってるけど。こいつが硬いやつや。こいつが硬いやつや。で、次が2ターンのやつか。OK！ 回復してくれて。水がちょっと遠い、火もちょっと遠いかな。火はまだマシか。ちょっと水が。ここで、光やろ？こいつ、一発で終わらしたいね。光、で、木組めるね。光組んで、木組んで、で、向こうで、火組んでって感じかな。こうして、踏んで、うわー、しまった！外れてしまった！まだ大丈夫。でもこいつ攻撃してしまったら、エンハンスやってくんだったっけ？最初にエンハンスやってくんだったっけ？多分でも、エンハンスやらないと、一撃では俺殺されへんはずなんで、こうか。これでいこう。OK！ 光来た。そうやね、エンハンスやね。OKOK。で、ここで一発で仕留めよう。怖えよー。ここで木が落ちるから、右上でさらに木のコンボ作りましょうか。ほんで水作って、光は4つ消しにしたらいいかな。いくぞ。ほってして、ほんで、あ、光4つ消しにするって言ってたよね。んで、こうかな。あー、木が邪魔やった。よしよし、でも来た。水をね、左下で落としたいと思ったやけど、でもこれでいけるやろ。 OK！さあ、アテナ。ここはね、短いから、結構いい感じですよね。さあ、属性あるね。ちょっと回復の量が少ないから、あれができないね。あんまりエンハンスの意味が、エンハンスちゃうわ。変換の意味ないけど、でも増やして、指の長さ、やっときましょうか。じゃあ、覚醒昨夜で一発で決めましょう。一発で決めよう。で、アラジン使って、上で、あ、いいね、いいね。上で、やろう。で、闇作って、で、火も4つ消しにしたらいいかな。んで、木を絶対組まなあかんことを忘れてはダメ。木を組むのを忘れてはダメということを覚えといていきましょう。
だろう。で、4つ消しにして、でこうして、よし、あーちょっと光の4つ消しにしたかったけど、でも、ま、頑張ったやろ、頑張ったやろ。これは倒せんちゃう。よし、強い、強いでございます。いや楽しいね、やっぱり覚醒昨夜は。でヨルムンガンドね、何回も言ってるけど、指2つ持ってんのが本当にありがたいね。というわけでアテナさんクリアでございます。そしてフレンド、渡辺大樹アットマークベイクンさん、ありがとうございます。はい、ではもう一本いきます。ちょっとアテナでね短すぎたので、もう一本いかせていただきます。でヨルズがね結構きつそうなんで、先にイザナミ挑戦させていただきます。そして先ほどパーティーとしてで、ね、フレンドさんが覚醒先をまた連れさせていただきます。よろしくお願いいたします。ポン、まあ、ここもでも難しいんですよね。さて、そうこいつが私ね大嫌い、こいつ私大嫌いですよ。こんな感じやったね多分ね。あでも回復したいかな、回復したいからこれで OK。 よし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 、どうぞどうぞ。んーでこれあるよね、属性あるよね、 OK。 ここで決めていきたいところだが、木がここにあるのか。この暗闇あると本当になんかもう不安ならへん暗闇あるだけでめっちゃ不安なんねんけど俺。ここに木やろってことは、木これだなこの回復を先にこぼうで、上で水だ、で持ってからの上で水で光で、そこに木を下に持ってってからのって感じやな。でこれ倒せんのかなちょっとコンボ組める自信がすげえ今ないから、上で木組んで、じゃあここで木組んだんやな、ここで木組んで、でこれ4つ消しにしよう、これ4つ消しにして、これでどうや、いけてるよね、いけてるよね、よしよし、乗った乗ったこれでいけるやろ、さすがにだ、頼む、 OK。 よし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 、ちょっと危なかったね今、すげえ不安やった。さあ火が欠損してて侵食されて、ここも結構そんなに痛くないはずですけども、火がないので、まあ、一応回復は入れてからいきましょう。闇消したな、こうしてこうして、上でこれ水消していいかな、ちょっと待って、火は待たん方がいいか、これで、よいしょ、危ねえ見事に木が消えてくれましたが、ホーリーブレス、あ痛いねどっかでも言ってた気がする、こいつの攻撃意外と痛いってやつね。では水を持って、そこの左上で木組んで、火組んで、光組んでって感じですね。右上でさっき闇作りましょうか、いきましょう、こうして、で、こうしてこうして、大丈夫かな今めっちゃ無言になってたけど大丈夫かな、俺いけ、危ねえ、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。んで次は大丈夫やね、あこいつかー、やばい、体力弾いてくれたよかった、今弾いてくれんかった俺多分やばかったな、ねえ、よしよしよし、いいぞいいぞ。んでですよ、んでですよ、ここで火組んで、木組んで、綺麗にね本当は組んでいきたいんですけども、光は下で、あれ4つ消しよう、光は下で4つ消しにして、で木は2コンボいけて、で水組んで勝ちっていう感じでいきましょうか、こうして、で光はこうして、あ待って待って待って、で闇組みたい、闇組みたい、オッケーオッケー、よしオッケー緊張した緊張した。でこいつはこれでワンパンなんで闇やからね、よし、この火力ですよ、この火力がやはり楽しい。さあお前がこいつか、お前がこいつかってなんかよう分からんけど、こいつ2ターンで体力はねそんなに多くないはずなんで、まあ、コンボもそこまで緊張せんでも大丈夫でしょう。回復、光、黄水、火、あ火ないやん、あぶね、火なかった、全然見てなかった今俺。では回復消して闇も消そうかな、回復消して、でこうして、
回復1個残しとくか。回復1個残しといて、OK、いい感じやね、いい感じやね。んーで、あれ回復結局計算なかったね、これ。あれおかしいおかしい。で、火が来てくれたから、ここで回復組んで、どうしよっかな。火が結局、これ2コンボできへんから、あ、じゃあ水。なんで、水は5個消しになっても大丈夫やね。よし。で、じゃあ光持ちましょう。で上で火を組んで、いや右で火を組もうか。そしたら光が左に行ってくれるから4つ消しが多分しやすいはずで、行きましょう。ほんで、こうしてなんかできそう、なんかできそうになりない、くそなんかできそうじゃなかったけど、まあ6コンボいった、しこれは倒したね。ナイス回復力。そう、あのね、あ、当てられちゃいました。昨夜にね、プラス振ったんでね、回復力ちょっと上がってくれてるんですよね。それが大きい。よし、こいつはね、そう、封印 100% です。こいつはね、そこまで緊張することもなく確実に倒していきたいね。闇をね、光に変えてくれる時があるんで、そこ狙いましょうか。でも、この盤面ではちょっと怖いね、倒しに行くの。一応でも狙ってみようか。一応狙う感じでいきましょう。キーやろ。で、上で水組まなあかんね。だから、あ、これいいんちゃう？こっからスタートいいんちゃう？で、黄闇、火、水、光みたいな感じ。多分いけるんじゃないか？やろ。んで、こうして、持ってくるパズルやな。超絶持ってくるパズルやったけど、7コンボいったら、こいつ無理かな、7コンボじゃ。おし、つえこれは強い。さあ来たぞ、ボス。で、欠損してるんですけども、この辺もね、全然怖くないんですよ、このパーティー、この指奪いね。ただ、一応あるね。あるんやったら、うん。ヨルムンガンド使わずに行きましょうか。火、水、木あるね。よし。じゃあ、昨夜使って、一気に仕留めましょう。つうわけでよろしくお願いします。ドンドンで、これがね、いいんですよ、アラジンのこのスキル。君は勇気ある人さ。土屋これマジ俺ね、大好き、このスキル。こんなにね、安心することある人生で。なかなか安心せんよね。火をね、上になんか持っていく方法ないっすかね。火が知らん間に上に持ってってるパターンが私にとっては非常にありがたいんだが、で、ここで光がね、下で組みたいと思ってるから、これでこうして、よし、いける、わかったわかった。わかりました。では行きましょう。ここボス足りるかな。こうして、あ、なんかおかしいな。なんかおかしいな。くっそ。もうちょっと分割したかったけど、まあでも7いけば。よし！来た！これはさすがにワンパンやろ。つえつえ。いやーよかった。勝てた。イサナミは緊張しますね。さあ、あとは私、ヨルズを残すのみですね。覚醒昨夜での。女神チャレンジね。おし、そうそう。これね、完全なる調整をしておいたんですよ。この、あと100ぐらいでレベル上がるようにしておいたんでね。これはありがたいでございます。ドン！というわけで、フレンドさんの紹介をいたしましょう。ドドン！ KT さん、ありがとうございました。大変助かりました。最後ね、ちょっともうちょっと上手くできなかったんですけど、でも、気持ちよく勝てましたね。というわけで、なんか言うことありましたっけ？とりあえずね、見せましょうか。あと、ヨルズを残すのみでございますね。ヨルズがね、私、結構きついと思ってて、まあ、ここね、体力めちゃくちゃあるんで、ちゃんとね、コンボが本当にできないと、倒し損ねでやられるっていうのが、フレイヤですね。フレイヤが結構強いんで、そのヨルズ前のフレイヤ、あいつがね、ちょっと私がすごい不安が残っている材料でございますね。あと一個やりたかったことやっていいですか？もう全然関係ないんですけども、とりあえずじゃあ、攻略はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。そしてね、覚醒昨夜の動画なのに、ちょっとね、別のことさせていただきます。さあ、ご覧ください。こちら、ドドン、水着パンドラちゃんに、私、プラス、まあ中途半端なプラス振っちゃってるんですけども、この子を297に、
本日記念すべきいたします。何言ってんのか分からんけども、ドドン行きましょうか。もうね、準備はね完全に終わらしてるんで、こいつとこいつとこいつですね。見てください、プラスが66、67、61、これ足したらいけるはずです。私の計算がね正しければ。あと経験値が90、あ、どうせやったらこれレベル99にしたいね。ちょっと待ってくださいね。どうせやったらレベル99にしたいから、お気に入りにして、ちょっと待って、こいつ残しとこう。これでいけるかな。いけんかったいけんかったけど、これでいって大成功を狙いましょう。というわけでハイパー完了なるか、ご期待ください。参りましょう、ドン。大丈夫、覚醒済みでも大丈夫です。行きましょう。あれなんか大成功とかそうや、全然なかった成功っていうのも俺あんま画面見てなかったごめんごめん全然画面見てなかったっていうオチやってるけども、297になって OK、 297になってます。レベル98の297、これもなかなかオンリーワンな感じがしていいんじゃないでしょうか。あとレベル1、12万で、まあレベル上げましょうか。じゃあどうせやったらね、うん、ごめんなさい、レベル上げましょう。いくよね、いかもくっそ、俺そういや、なんで光食わしてたんやろだからや、なんで俺光食わしたんやろ。あ、咲夜や、咲夜が頭ちらついてたんやもったいね、咲夜が頭ちらついてたんや。みんな止めた、止めた、やめろって言ってたかな。すげえやめろって言ってたかもしれんけど、これでいくよね。うわ、12万も余ってるやん、むっちゃ。あ、これでいけんちゃう。あ、これでいける、これでいける、よしこいつでいきましょう。というわけでハイパー完了します。よろしくお願いします。ここね、ここ俺なんか見てなかった。成功です。ハイパー完了です。ありがとうございます。本当にぐだってしまって申し訳ない。しかも覚醒昨夜の動画でな。というわけで、まあこっちはね、ほとんど、ハイパーじゃないか。全然スキルが上がってないんですけども、まあほぼ297振っておりますんでね。こいつがいけば3体目。で、バステト用のね、297も貯蓄しておるんで、バステと引ければ4体目が完了という感じでございます。いやー、では次回もお楽しみに。ココロリンクゲームズのベイ君でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。